9月25日、渋谷区にあるラインキューブ渋谷で、第2回笹畑初会議が開催されました。京王線笹塚駅、幡ヶ谷駅、初台駅のそれぞれの頭文字から名付けられたこの笹畑初会議。3つのエリアがつながって地域のこれからを話し合う場です。2回目の開催となったこの日は、オンラインを含む3会場で3つのエリアに住む人や働く人など幅広い年齢のおよそ80人が参加しました。会議は第1回目の振り返りを行った後、全長 2.6km の玉川上水給水路緑道の再整備について、設計に携わる建築家も参加し、グループに分かれワークショップが行われました。農や食、交通など様々なジャンルから活発なアイデアが出され、代表者がグループから出た意見をまとめて発表しました。シルバーカーじゃないけど、電動で、しかもセンサーがしっかりしてて自由に行ける。そうすると陸道まで家からこう出づらいっていうのが、割とこう誘い出せる。オペラシティもありますし、国立劇場もありますので、音楽イベントの開催とか、屋外のステージがあったらいいんじゃないかとか、と山もあるので、そういったところと連携をして、できるものが活発な意見交換の場となった笹畑初会議。それぞれの地域を見直すきっかけになったようです。広場だけじゃなくて